少バラついたビットまでで5号艇倉田泉抑え込まれた。しかし前方側、男女ダブル優勝シリーズ女子の部2013年ガマゴリボートの最後の優勝戦となります。パワー万全、スタートに集中の松本明恵が一番人気に押されています。脅かす匹敵パワーならば引導千秋か。強気に初部位狙ってスピード戦強襲は小野聖奈。気配分が悪くても実績底力はナンバーワン、地元の谷川理恵。ピット離れやや抑え込まれたが、前方側スタートコーナー攻めるタイプの倉田郁美。そして一発級の気配は混戦ついてバック伸び上がるかどうか。佐田の久江、相当牽制気味ではありますが、4号艇谷川理恵が4角、佐田野が5コース、倉田が6コース。スローの3艇定番通りに松本、インド、小野が構えています。さあ風が現在気持ち追い風にもはためいたりしている不安定な風。女子優勝戦1番2番3番4番6番5番です。スタートを切ってきました。2号艇遅れました。1番3番4番コースターターだった1号艇、まずはコーナー主導権1号艇の松本明恵。センター3号車の3号艇小野聖奈、果敢なまくりまくり決まったか。3号艇の小野聖奈、1号艇松本はこらえていますが、2号艇切り込んだ。スタート遅れながらの2号艇の引導千秋、後方から5号艇倉田、さらには4番1番と谷川、松本明恵が続いています。先頭スターター正常、まくり強襲決まった。3号艇小野聖奈、2番手の次は5号艇松江、切り込んだ2号艇の引導千秋が優勢。3番手は5号艇の倉田郁美で上位目下、3番手番5番体系であります。先頭は強気のまくり好走しました。3号艇の小野聖奈、2番手の誠意、2号艇の引導千秋、3番手5号艇の曽田がいった。1号艇松本、5号艇黒田超えるか。ターンが流れた1号艇の松本明であります。3号艇まくりで襲いかかった3号艇の小野聖奈が完全に独走という展開で、どうやら初部位が見えるか。3号艇の小野聖奈、次2号艇の引導千秋、3番手は5号艇の倉田郁美で、上位は3番2番5番の体型であります。レースでの集中力を増し、今年は一気に急成長の飛躍。大好きな家族の支えと元気な胸のために勢いいいレースを繰り出す、そんな天真爛漫。初優勝でトレードマークの笑顔もさらに弾けるか。9回目の優勝戦チャレンジ、ついに手にする初ボギーであります。おめでとう3号艇の小野聖奈。最終コーナー3号艇の小野聖奈、強気のまくり、大好きな3コースから一撃。すぐ2号艇の引導千秋、3番では5号艇の倉田郁美、女子優勝戦初ボギーです。先頭3番の小野聖奈五輪、おめでとう。2着で2番の引導、3着で5番の倉田、1番松本、後方6番佐田の4番の谷川五輪。確定。1着3番、2着2番、3着5番。玉森ボートレース場第12レースの勝ち船番号並びに払い戻し金をお知らせいたします。2連勝単式324,070円、2連勝複式23,850円、3連勝単式325,16,400円、3連勝複式235,3530円、その他はご覧の通りです。